ロージー・アリス・ハンティントン・ホワイトは、イギリス出身の女性ファッションモデル、女優、ファッションデザイナー、実業家、デボン州プリーマスに出生。父方の高祖父は保守党の政治家、ハーバート・ハンティントン・ホワイトリー順男爵。ヒー・バーバーは、ユダヤ系ポーランド人。モデル業指導のきっかけは、とあるモデル事務所でのインターンで、そのモデル事務所にいわゆる、お茶組として勤務した後、 インターン終了から数ヶ月後に同モデル事務所を再び訪問、その折にスタッフの目に留まったことから契約に至ったという。2004年のニューヨークコレクションでランウェイデビュー。2008年にはサムライリーと共にバーバリーのキャンペーンモデルを担った。2009年からはビクトリアズ・シークレット・エンジェルズの一員として活躍している。2011年バーバリーのシンフレグランス。 バーバリーボディのキャンペーンモデルに起用され、トレンチコートのみをまとった、官能的なイメージで話題を集める。これまでに、バーバリーのほか、アバクロンビーフィッチ、ダナキャラン、ラルフローレン、高級デパートのブルーミングデールズ等の広告に起用されてきた。2006年、ビクトリアズシークレットのモデルに起用され、いわゆる選抜チーム的な、 エンジェルの一員に2009年からなったことで人気が一気に爆発した。エマニュエラ・デ・パウラ、リンジー・エギンソン、キャンディス・スワン・ポール、シャネル・イーマンという4名と並んでのエンジェル入りであった。2009年10月までザ・ローリング・ストーンズのロン・ウッドの息子、タイロン・ウッドと交際。フランスの俳優オリビエ・マルティネスとの交際を経て、2010年4月から20歳年上の イギリス人俳優ジェイソン・ステイサムと交際を始める。2013年9月には破局をするも、2014年2月の時点では復縁をしている。2016年1月10日に第73回ゴールデングローブ賞、レッドカーペットにて恋人のステイサムと登場。ハンティントン・ホワイトの左手薬指には指輪が輝いており、メディアは一斉に二人が婚約したことを報道。 日本のメディア、ハリウッドニュースの記事によると、ステイサム側の代理がご出封し、アスウィークリーに二人が婚約したことを認めたと記載されている。2017年2月9日に自身のインスタグラムにて第一子を妊娠中であることを報告した。2017年5月21日にロサンゼルスにてベビーシャワーを行った。2017年6月24日に 第一子となる8.8ポンドの男児を出産したこととジャック・オスカース・テイサムと命名したことを6月28日に自身のインスタグラムにて報告した。2021年8月19日に自身のインスタグラムにて第二子を妊娠中であることを報告した。ありがとうございます。